6月24日、ロッテの前期優勝を決める一戦に燃える川崎球場。1対1の同点で迎えた9回裏、西満塁にロッテ高橋が劇的なサヨナラヒット。私たちの市民球団ロッテオリオンズ、ついに2年連続の前期優勝。嬉しいでしょう、監督。やっと皆さんにね、はい、川崎のまたはオリオンズファンの方にね、やっといた喜んでいただけると、そういうことです。まあ、この喜びでね、本戦のパ・リーグを見事に勝ち抜いた栄光のナイン、本当におめでとう。勢いで後期も優勝、さらに両リーグを制覇して川崎へ日本一のペナントを。頑張れロッテオリオンズ。